メタファントは、フォント作成用のコンピュータプログラムである。組版システムテックスとともに、ドナルド・クネウスにより開発された。メタファントは、文字の形を描く、プログラムソースファイルを読み込んで、組版用の情報を持つフォントメトリックファイルと、文字の形の情報を持つビットマップフォントファイルを、生成するシステムである。フォントファイルを生成する際に、 いくつかのパラメータを調整することで、同一のソースファイルから、いく種ものフォントを生成することも可能であり、それが、名称の由来にもなっている。生成する文字の輪郭には、ベジェ曲線が用いられる。メタファントは、組版システムテックスとともに、ドナルド・クネウスにより開発された。組版処理をする際、フォントデザインに応じた合示や、カーニングなどの情報が必要となる。テックスでは、 数式組版などにも力点が置かれているが、その際はさらに豊富な組版情報をフォント自体が持つことが期待される。メタファントはそのような組版情報を持ったフォントを作成する必要から開発された。メタファントはテックスと同様にフリーソフトウェアであり、いくつかのプラットフォームに移植されている。メタファントで生成したフォントを他の形式に変換するプログラムも開発されている。 また、メタファント用のプログラムと似た公文のプログラムで、ポストスクリプト形式の画像ファイルを生成できる、メタポストも開発されている。プログラミング言語としては、メタファントは、以下のような特徴を持つ、簡単なサンプルプログラムと、その出力を示す。1、ビギンチョル。2、ピカップペンサーケル X スケールド1.2パート、U スケールド0.5パートローテイテッド120。 3、z1 イコール。4、z2z1 イコールテてば。5、x2 イコール 0.9w。6、z3 イコール。7、ドロー z1z2、z1z2、z2z1z3。8、ラベルズ。9、インドチャー。10、エインド。両番号は説明のためにつけてある。ありがとうございます。